外部探査信の打ち込み完了。競争防壁の突破を確認。ルート79を経由して対象への接続を開始します。ネットワークにつながったようじゃな。これで古代人の秘密はわしのものじゃ。状況を報告せよ。思考アーキテクチャのデフラグメンテーションを開始します。分割思考ストレージ個数を1から8番に変更。大容量伝達デバイスを3番から8番に転送開始。新規発生エラー数すべて予想の範囲内を推移。ここにカオスエメラルドの反応があったのか。俺たちで阻止しないとな。テイルス、エミ、さっきの場所はグリーンヒルみたいだったが、ここは、可能性の生き物。誰だお前。己の力で電脳空間を克服した奇跡の者。お前こそが解決の鍵となる。電脳空間？それより俺の仲間たちはどこだ？そもそもここはどこなんだ？ここはスターフォール諸島。時間に取り残され、誰の記憶からも忘れられた島。ってことは一応目的地に着いたわけだな。で、仲間たちは？消えた？どうやら自分で探すしかないか。面白くなってきたぜ。
is why I thought my personal preference is. Finally! The infamous 1-2 broken in two!
この子、とっても彼が好きだったのよ。そうだったのか。エミーが見届けたかったのはこれだったのか。
最初の試練を乗り越えた。次なる試練は砂のアレス島で待っている。おい、仲間たちのことを知りたいんだ。聞いてるのか？お疲れ様。ああ、でも別の島があるらしい。必ず戻す方法を見つける。そう、分かった。でももういつまでも待ってるだけじゃないからね。ああ、分かってるよ。じゃあな。変身が解除された。どうなってるんだ？